テッド FC 応援リーダーの田上隆です。皆さんこんにちは。今日の公式 YouTube ガイナーレ鳥取戦ということで撮っていきたいと思います。さて今日なんですけれども、こちら前回やらせていただきました30秒以内に何人背番号を言って名前を答えられるかっていうのをやったんですけれども、私もやりたかった、いやー僕だったらもっと言えたのにという人が多かったので、今回ちょっとリベンジ企画として、僕事前にこちら、はい、SNS、インスタのストーリーで告知をさせていただきまして、今日チャレンジャーが多く現れると思うので、今日は完全制覇者が現れるのか撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。スタジアムを練り歩いていこうかなと思っているんですけれども、今日は完全制覇者現れるのか。いらっしゃいましたね。まず1人目おいで。前回もやらせてもらった企画なんですけど、選手の背番号僕は言います。30秒で何人言えるか。お名前は？日高東亜君。自信のほどはいかがでしょうか？あまりないと言いながらも実はもう知ってるんじゃないでしょうか。ということで、さあそれでは行きたいと思います。レディーゴー。1番3番4番5番6番渡辺7番9番10番11番13番14番16番17番18番19番20番22 23 24 終了。18人。素晴らしい。今日最初から素晴らしい記録が出て18人ということで、東亜くんおめでとうございます。ありがとうございました。今日もよろしく。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。え、やりたい？誰がやる？3人でチャレンジする。3人でチャレンジ。この3人キッズ、名前は？みつきくん、こうがくん、リオンです。リオンくん、この3人にチャレンジしていただきましょう。それでは行きます。レディーゴー。46番39番36番3534 31 30 28 27 25 24 23 22 20 19 18 17終了。17人。素晴らしい。最初のトア君の記録にはあと1人というところでしたけれども、よく答えてくれました。3人のチームワーク、まさに鹿児島イナイテッド FC みたいでした。ありがとうございました。また今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、はい、私、前のチームで全員絶対いいですって。30秒で、マジか。僕は無理だと思いますけどね。まあまあチャレンジするのは自由ですからね。そのチャレンジャー精神素晴らしい。それではチャレンジしていただきましょう。レディーゴー。1番水森、3番4番広瀬、5番6渡辺、79101113141617181920 22 23 24 25 27 28 終了。トネ選手までとなりましたけれども、22人、最高記録。ほぼ真ん中のこの子が答えてた感じがしたんですけど、お兄ちゃんたち、しかしてください。でもね、ちゃんとアシストしましたからね。いや素晴らしい。今日続々と記録更新となっております。今日ありがとうございました。今日も楽しんでください。ありがとうございました、はい、YouTube を楽しみに、はい、バイバイ。どうした？どうした？来た。何人行く？全員行くということで行くよ。レディー1番水森、3番メズレ、4番広瀬、5番6番渡辺、7番9番有田、10番11番13番1416ちょっと終了。
張ったね。11人おめでとうございます。1人でよう頑張ったね。いやいいよ、ナイスチャレンジありがとう。またいっぱい勉強してね。バイバイ。今回はね、続々とチャレンジャーが勝手に来てくれますから。やる、はい、チャレンジ、はい、目標は何人ぐらい来たい？15ぐらいで。15ぐらいいけるか、はい、15いっても大したもんだから。30秒で OK、はい、名前は大山咲也さん。咲也くんのチャレンジレディーゴー。1番三森、3番ウェブ、4健太、5勝川、6バス、7渋、9有田、10ロメロ、11ゴリオ、1314野岳、16キレ、17星、18山本、19違う、山本が19だ。18誰だ、福田、はい、19山本、20遠藤、22終了。14人、ほぼ目標通りということで、このチャレンジに拍手を送りたいと思います。ありがとうございました。さあ、ということでくんはね、お忙しそうなんで、今日はちょっとユナイクお姉さんに選手何人言えるかチャレンジしていただこうかなって。まあお姉さんもね、なかなかこうカメラ慣れしてるとはいえ、選手の名前答えるっていざ秒数かかると難しいと思うんですけど。すごい緊張ですね。でしょ、やばい。何人いけるか一応チャレンジしてまいりましょう。はあ、緊張する。30秒、それではレディー。1番三番選手、4番広瀬選手、5番勝川選手、6番7番渋選手、9番有田選手、10番ロメロ選手、11ゴリオ選手、13松山選手、14広瀬選手、篠谷選手、16渡辺選手、違う渡辺選手、終了。さあ最後木出選手を渡辺選手にしてました。ユナイクお姉さんですら、やっぱりカメラを前に秒数があるとこれだけね、緊張してしまうということで、やっぱり22人とかすごいよね。ユナイクお姉さんもさすが、素晴らしい好記録でした。くんちゃんがいたら、そうだよ、もっといけたもんね。一応言い訳を聞いておきましょう。はい、ユナイクお姉さんでした。ありがとうございました。ありがとう、今日もよろしく。はい、最高記録22名。はい、それを越せたら大したもんだ。じゃあ行きますよ。お名前は？トーマくん。トーマのチャレンジ行きます。レディー。1番3番4番広瀬、5番6渡辺、7渋、9有田、10ロメロ、11ゴリオ、13マッケン、14野田家、16キレ、17星、18ミスト、19山本、20遠藤、22ゴリエ、23岡本、242527終了。すごい、花戸選手まで答えられたということで20人、1人で20人いったね。すごい、トーマ、いやー素晴らしい記録でした。あ、じゃんけんマンいましたよ。喋るのも横に並ぶのもちょっと恐縮なぐらいな感じです。すいません、よろしくお願いします。すいません、YouTube に出れるんですか？出ていただけるんですか？いいんすか？世界のジャンケンマン出ていただけるという脱帽してちょっと、すいません、よろしくお願いします。ジャンケンマン様ですから。はい、いや、もうね、いや、おかしい、おかしい、めっちゃおいしい。チャレンジしてほしいんですけど、だってもうワールドカップに行くぐらいで、ユナイテッドの試合はもうほぼ全部来てるぐらいの決勝ですから、選手の名前ぐらい30秒でパッと答えてくれるんじゃないかと。やべ、一気に鳥肌立ってきた。さあ、選手の名前30秒で何答えられるかチャレンジしてもらいましょう。それではレディー。1番泉森、ちょっと一回止めてもらっていいですか？タイムですね。1番泉森、あ、じゃんけん、じゃんけん王国だから、そうそう、漢字がちょっと漢字が分かんない。泉森で出森、出森、あ、そうです、はい。今回やばい。それではじゃんけんマンお願いします。レディー。1番出森、2番、あ、3番3番ワールドカップ行ってる。3番ワールドカップ行ってる。違う、3番の国に行ってる。パス回りだよ。4番パス、5番ちょっ
てちょっと全然テンパるこれやべえ。5番え4番5番は終了ということで探検マン過去最低1人ということでした。しかも最初泉森選手のこと泉森って言いましたから、これはもう泉森選手謝ってもらっていいですか。本当ごめんなさい、一緒に謝りましょう。泉森選手すいませんでした。だって泉森選手じゃないって泉森選手ごめんなさい、すいません本当に。ちょっと待って、3番誰。3番ウェズレー。ウェズレーだ。ブラジル行ってるでしょ。ブラジル行ってコパアメリカね。でしょ、ね、4番はキャプテンだからね、広瀬選手。あ、広瀬選手。5番サツカン君。サツ結構ユニフォーム多いからね。でも言ってしまえばこれぐらいみんな緊張感ある中でやってるから。みんな2問とかですか。ね、2問なわけないでしょ。何問。最高今日は22名。すげえ。すごいぞ。未来高齢者も11人。すげえ。しかしながらじゃんけんマンもこれぐらい緊張して答えられなくなる企画ということで、正直最近来れてなかった。そうだよね、忙しかったからね。だからこれを機にしっかり精進します。よっしゃー、ということでじゃんけんマンに出てありがとうございます。本当にありがとうございます。世界のじゃんけんマンがわざわざ公式 YouTube にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。風がやる意味があるかだけど、あんまり。さあということで今歩いてたらね、チャレンジャーが列をなしてついてきてしまったので、まずはじゃあ一人で行くよ。お父さんの肩か。前回星くんが答えられなかったんだっけ。ねキレ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 17。終了。星選手でした。お父さんの肩、レディー。1番いつもり。3番メズレ。4広瀬。5あつさつか。6エンド。7あ違う、6渡辺。7チブ。9マリタ。10ロメロ。11マリオ。13マッケン。14ヒロヤ。16キデ。17ホシ。18ミクト。19山本。20エンド。22ホリエ。23岡本。24藤本。25カナト。27山口。終了。山口選手まで行きました。ということで21人、おめでとうございます。お父さん超えましたね。お父さん星さんでつまずいてましたから。いやー、父親の敵しっかり取ってくれました。ありがとうございました。さあ4人組、目標は何人行きます。2972。俺だけいないな選手が。10人は超えたい。 OK、 じゃあラスト10人のハードルを超えていただきましょう。レディー。そう、1番3番ゼッツレ。4番ヒロセ。5番タツカワ。6番渡辺。7チブ。9有田。10ロメロ。1113松山。14ロメロだけ。16キテ。17コシ。18ミキト。19ヤモト。20エンド。22堀江。23岡山。終了。うわすごいね、結構答えれてたよ。前に出てくるだけあってすっごー。18人、おめでとうございます。お父さん覚えてる。覚えてる。全然答えれなかった人。覚えたの、前回パス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 って言ってたサムネイルでも選ばれた彼女。1番知らない。3番パス。4番パス。5番パス。やるか。6番79。今日自信満々に覚えてきたと言ったんで、はい、答えていただきましょうか。じゃあこの間ちょっとひどかったからね。じゃあもう覚えたの。嘘つけ。本当かよ。じゃあいくぞ。30秒、レディー。1番出森。3番ゲテネ。4番広瀬。5番勝川。6番わかんない。7番9有田。10ロメロ。11五稜。1314野田家。16キレ。17フシ。18ミクト。19わかんない。20わかんない。22わかんない。23岡本。24藤本。25わかんない。終了。すごい、13人いました。やっぱ人ってこう本気になればできるもんなんですね。前回だって2人だったでしょ。1週間で13人まで。すごいことですよ。これがユナイテッドはいいですね。勉強は頑張れないけど、ユナイテッドの選手覚える、好きなことだったら頑張れると。さあそれでは皆さん、すごい成長を見せてくれました彼女と一緒に動画を締めていきたいと思います。さあということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ、それではクーにチャレンジしていただきましょう。番号言うから名前言って。オッケー。いくよ。9番。田光輝選手。おー、いた。17番。おー。いやいや、どんな企画やねん。いや、やったじゃない、やったじゃない。え、なんかちょうだいじゃないよ。おにぎり持ってないし。卵ください。卵食べれるの？食う。ねえ、食べれないよね。おにぎり分かりました。今度ファミリーマートで買って持ってきますから。はい、ということで、おまけタイムということで、クーに出ていただきました。ありがとうございました。クーちゃん、また。今日盛り上げてくださいね、いっぱい。じゃあまた。ありがとうございます。イエーイ。